シャムシール、シャーナーメのアフラースイヤーブのカッセンシャムシールは刀剣の一種。中近刀に見られる、わずかに曲がった細身の片刃刀。シャムシェール、シャムセールとも呼ばれる。シャムシールとは、英語のソードなどと同じく、本来ペルシア語で刀剣を意味する普通名詞であり、名称そのものに刀や剣や刀身の曲がりなどの形状についての意味は有しない。 アラビア語の財布、マフムードカーシュガリーのトゥルク語修正などに見られるセルジューク朝時代からイルハン朝時代にかけての中央アジアから中東一帯のトゥルク語ではキリチやチャガタイ語、オスマン語ではクルチも本来は刀剣一般を通常は極刀を意味する。エジプトやアラビアなどではシャムシール西洋ではシミターと呼ばれ、 西洋のサーベルなどに影響を与えたと言われる。これら極東を意味する各国語は新月島、半月型な円月島などとは訳されることがある。ただし、円月島は本来は中国の極東で、シャムシール島とは形状もやや異なり頑丈な作りをしている。パルティア語やパフラビー語でいう、シャムシェールの近世ペルシア語形で、サーサン朝時代は自家圏であった。 アッパース朝以降の刀剣も概ね時期剣であった。収士などの絵画資料や考古学の研究からセルジューク朝やモンゴル帝国などテュルクモンゴル系の遊牧戦士の刀剣の影響でこの地域の刀剣は現在のような極東になったと考えられている。アメリカ海兵隊シカ艦島はシャムシイル型を採用している。非常に葉の薄い湾曲した片葉の刀身を持ち、 その先端の角度は15度から30度ほどとなる。塚頭は小指側にカーブを描いており、獅子の頭になぞらえられる。ありがとうございます。